こんにちは、おんみきものチャンネルのりぼんちゃんとゆりぴょんです。よろしくお願いします。今回は双子コーデについて説明したいと思います。そもそも双子コーデとは何ですか？こちらにちょっとイメージとしてあるんですけど、まずこちらの振袖は柄が同じの色違いの振袖になっております。でこちらの小物類ですね、ハーエリと重ね襟、まあ、色違いで合わせてあげてます。鏡の状態の色違いっていうまんま同じっていうものではなくて、もう雰囲気を寄せてあげて、やっぱりお嬢様の好みもあるので2人の意見を聞きながら雰囲気を合わせていく形になります。帯は全く別物なので雰囲気も違う形になっております。私も今年の1月実際に成人式行ったんですけど、その時も違う中学校の方とかも同じ柄の色違いでこういう感じの雰囲気で参加しているお嬢さんもいたので、そこからちょっとイメージをまた湧き出して今回こちらのコーディネートを紹介してみました。ゆりぴょんは気をつけてることとかありますか？今回は本当柄が色違いのものがたまたまあったので組んでコーディネートしてみたんですけど、こうやって同じものがない場合は色味を合わせてあげるだったり、小物を今回みたいに半襟重ね襟を色違いで合わせてあげたりしてあげると双子感がぐっと増すかなと思います。あとはそれこそ柄もモダンならモダンで合わせてあげたりでしたり、細かいところを合わせるですかね。最初ってどこから選んだら一番やりやすいんですか？選ぶポイントは、まあ、色味でしたり柄でしたり、どこか合わせるポイントをやっぱり一つ決めてあげると双子っぽいコーディネートになるかなと思います。実際多いですか毎年？そうですね、だいたい1ヶ月に1組2組くらいは同じ感じのコーディネートしたいってお嬢様いらっしゃるので、色味合わせてあげたりしてあげますかね。私はここすごい好きなんですけど、ここのラインストーンとパールの飾りがついてて、こちらも今風になっております、うん、最近出たばっかの大好きな感じね。そうです。それこそ帯もやっぱり違うものですし、帯締め帯揚げも全く同じものではないんですけど、なんとなく双子っぽい感じのコーディネートになってるかなと。おそろコーデって私服でも結構今の子たちやってると思うんですけど、それこそまるっきり一緒じゃなくて上下色違いのものでシミラールックだったりもしてると思うんですけど、そこでやっぱり仲いい子で20歳っていう一生に一度の成人式で一緒のもので参加したいっていうお嬢様は本当に喜んでいただきます。それこそお母さん同士が仲良かったりすると、もう前撮りとかもこのお嬢様一緒に撮るのでぜひ参考にしてください。ちなみになんですけど気づきましたでしょうか？こちらも色違いの色無地になります色無地になります。振袖とは違うんで、ここの袖の部分は長くないんですけど、地模様がヒョウ柄になってまして、かわいい。そう、かわいいこれもおそろだね。ほんと、帯留めもおそろいです。お揃いです。こういう感じで普段からお揃いコーディネートね、はい、してます。仕立て上がった時一緒にお写真、まあ、撮ってもらったりもしたんですけど、私にとって初めてのお着物だったんで、それがゆりぴょんと同じ写真に残るのすごい嬉しいし満足ですどうですか？私はそうですねちょっと落ち着いた色味の今回お着物なんですけど、お客様にも結構好評な色味 でなおかつやっぱり同じものなので、若い子だったらこういう色味、大人の女性だったらこういったちょっと落ち着いた色味っていうので紹介もできるので、可愛い系と、ま、そうそう、可愛い系と、ね、落ち着いてる大人っぽいのが好きっていう子も選べるので、うん、ぜひ参考にしてみてください。